中根静雄は、日本の政治家。岡崎市長、愛知県議会議員、岡崎市議会議員、岩津町議会議員、東海市長会長、全国市長会副会長などを歴任した。中根が育った岡崎市奥伝町。戦後はここで落農などを行った。愛知県ぬかた郡上磐村、大矢沢柳に、元上磐村長の大山岩尾の長男として生まれた。 祖母の実家である、奥田村の中根八郎の養子となるも、8歳の時に、養父を遺んで亡くす。奥田神社高等小学校、岩津みの小学校卒業。愛知第二市学校本科に入学するが、1944年5月に、特別講師幹部候補生制度が導入されると、これに志願。1945年、千葉県松戸市にあった、 陸軍公平学校に入学した。この間、学徒動員で、高田町の大日本兵器に3、4ヶ月借り出される。ここで習得した、千盤フライス盤などの機械作業が、後に取り組んだ、鉄工場経営の基礎となったという、終戦により、帰郷愛知第二市学校に復学するも、中途で退学し、養豚、養鶏落農などを始めた。 結婚して一時は十七、八頭の父牛を飼育しながら牛乳配達までした。当時、搾乳期はまだなく午前三時に起きて湯を沸かし、牛のちぶさを温め絞り出し、出荷と配達を手分けして行った。妻が過労で倒れたことをきっかけに全家畜を手放し、は防止製造業に転業。 宮井町の会社に勤務しながら半家業を営んだり、母校の岩津実小学校の助手を務めたりもした。最終的に鉄工業に転じた。1951年、岩津町議会議員に初当選。市長合併委員として市政の研究を行い、岩津町が1955年2月1日に岡崎市に編入されるまで町議を一気務めた。 1959年4月、岡崎市議会議員選挙に立候補し初当選した。1959年4月、岡崎市議会議員に初当選。1965年、トヨタ自動車のパイプ加工した受けと、川本製作所の機械加工した受けを業務とする、三愛工業株式会社を創立した。市議時代は、中垣国を派に属した。 1971年4月25日に行われた岡崎市長選は4選を目指す中垣派の大田浩二市長、浦野幸男派の全県議員の内田義久、元国会議員秘書の原島良次の保守密どもへの選挙となり、内田が初当選した。同年4月30日には市議選も行われ、中根は4期目の当選を果たす。市長選の結果を受け、 保守系会派が二つに分裂するのは必死と見られたが、34人の保守系議員は5月の臨時会を前に大同団結し、新会派、新政会を結成した。ところが、その後、内田市長に連なる裏の系、中野志郎系の議員20人が、親睦団体として、新政同士会を作り、主流派を形成。残りの14人は、 中垣大義士講演会史議団を名乗り文化活動に入った。そして同年7月17日、反主流派はついに新政会を脱退し、新たに第二勢力の中政会を結成した。会長には中根が就任した。1973年7月10日、新政会と中政会は合併協議を行い、同年9月、両者は新会派、自民クラブを結成した。 1975年4月の愛知県議会議員選挙の岡崎市選挙区において自民党は現職の近藤春次のほか中根、柴田直道、藤田義雄の3市議に公認を出した。浅岡人氏の後継として立候補した中根は得票数4位で初当選した。百七十六年の第十四回衆議院議員総選挙に中垣国夫の地盤を継いだ。 稲垣実王が立候補した折は、岡崎、ぬかたの地区稲垣公演会会長として、稲垣を支援した。1979年、再選。中野史郎と岡崎市長の内田義久が決裂した1980年1月頃、中野は、中根と柴田直道の両県議を、ぬかた町の料理屋に呼び出し、中根に向かって、君が市長をやれと言い放った。 この時に中根が次期市長を射止める布石は撃たれた。同年6月22日、第36回衆議院議員総選挙が行われる。6月27日、内田は総選挙に絡む公職選挙法違反容疑で逮捕され、6月30日に辞職した。社会党、公明党、民社党は直ちに市長選の統一候補の人選に入った。 市議会6月定例会が閉会した7月12日、社会党の八田清市議は3党を代表して、前助役の大里恒夫の自宅を訪れた。あなたは、汚れていない。市職員の動揺を鎮められるのは、行政に明るいあなたを置いて、他にいないと大里に出馬を流すが誇示される。その翌日の7月13日、 社会党市議の岡村秀夫が非買収容疑で逮捕され、野党3党の共闘体制は崩壊する。自民党においては、浦野康雄派と、党県連主流派の江崎雅美会長、坂井鈴雄幹事長が、愛知県信用保障協会の常務理事を擁立。一方、中野志郎派と稲垣実夫派は結束して、中根を押した。買収事件を引き起こした市議会の自民クラブは、 市長選に関して生還していたものの、中根憎しのあまり、7月31日に開かれた自民党岡崎支部役員会に19人が押しかけ、常務理事支持の声を張り上げた。同日の役員会で常務理事と中根の二人を推薦することが決まり、候補者一本化は8月1日の自民党県連、選対委員会に持ち越された。午前11時15分に始まった選対委員会に、 江崎会長と、久野忠だ副会長の姿はなかった。中野が、近親のみである市議や、県連が、開国処分した、総大会長が、昨日の役員会に出席した。新聞報道によると、県連筋が内田派議員に、出席を要請をしたというが本当かと、県連の堺幹事長に問うと、もともと無職透明の候補者を考えていた堺は、 内田派候補のレッテルを貼られた形の常務理事をそれ、以上積極的に押すことはできなくなり、中根の一本化が決定した。同年8月3日、市民団体、クリーン岡崎、市民の市長を作る会が結成される。無傷だった共産党は、同団体とともに、県議を一期だけ務めたと岡崎市委員長の田中、貞夫擁立。8月4日、田中は、 正式に出馬表明した。社会党の支持母体である岡崎地区労働組合協議会は、内田の辞職直後から革新統一候補要率の方針を打ち出し、人選を加藤議長に一任。加藤議長は、元共産党市議の成田明一郎の担ぎ出しに動いた。1979年の市議選でわずか19票差で落選した成田は、以後、 党の活動から離れていた。成田が市内の革新系がまとまって私を支持するならという条件付きで出馬の意思を固めたため8月5日加藤議長は岡崎地区老幹事会の席上初めて成田の名前を公表した。しかし時すでに遅く共産党の田中貞夫が前日に出馬を表明していた。成田で革新統一ができるかと 質問が集中し、会合は紛糾した。8月6日、竹郎は候補者取り下げを発表したが、共産党は革新の分断を狙った嫌がらせと噛みつき、社協の溝は深まった。同年8月7日、告示、17日執行の市長選に自民党公認で立候補。市長選3度目の挑戦となる、原島良治、棚から3候補を破り、初当選を果たした。 市長就任直後の1980年8月20日、岡崎市八条北町の K 建設の社長と、同志上和田町の D 建設の社長が、贈賄容疑で逮捕され、内田義久は、中賄容疑で再逮捕された。そして9月11日までに滝町の N 組の社長、姫中町の S 建設の社長、東大友町の Y 組の社長が、贈賄容疑で逮捕され、 唐沢町の S 工業の社長が書類送検された。内田は業者から集めた金を当たり構わずばらまき、中根る県議、岡崎市議25人、安城市議7人、高田町議6人、ぬかた町議4人が逮捕された。高田町長の磯部光夫、とぬかた町長の小木野博は、それぞれ受け取った現金入りの封筒を数日後に返し、難を逃れた。 岡崎市議会においては、元議長の岩瀬慎一が7月12日に辞職したが、内田が愛知県警本部の留置場から、私が保釈されるまで議員を辞めるなと指令を出していたため、それ以外のものは悠々たる態度を続けた。同年8月4日、唐沢テルブミら若者4人が市議会の即時解散を訴え、市役所玄関前で50時間にわたる座り込みを開始。また、 市議会各派代表者会が開かれ、共産党も自主解散を要求した。8月23日、市議会の民社クラブと公明党市議団が議長と各会派に自主解散を申し入れ、自民クラブは8月26日についに同調。中根に対し臨時会召集を請求し、9月3日開催が決まった。しかし、自民クラブの意思統一は難しいとの見方は、 早くからあり、8月31日にリコールを進める市民の会が結成された。9月1日、同団体は、市選管に市議会解散請求代表者交付申請書を提出。9月2日には、民の声の会と、清潔で民主的な岡崎を作る市民会議の2つの団体がこれに合流した。9月3日、臨時会が開かれるも、自主解散決議案は、 無記名投票の結果、賛成30、反対12で、解散に必要な5分の4の賛成が得られず、否決された。同日、選管は解散請求代表者証明書の交付と、告示を行い、合同組織となった岡崎市議会リコール連絡会議は、翌9月4日から、該当署名活動を開始した。9月16日、署名数は必要数を突破。 追い込まれた市議会は9月17日にようやく自主解散した。市役所と土建業界の長年の癒着を断ち切るため、中根は選挙公約通り指名競争入札の見直しに取りかかる。1981年4月、岡崎市は全国に先駆けて制限付き一般競争入札を導入した。1982年11月3日、乱受報賞を受賞。 1984年2月21日、柴田直道県議が中根に対抗して、任期満了に伴う市長選へ出馬する意向を表明。市内各地域で集会を開くなど、積極的な講演会活動を開始した。市議会でも同年3月3日、保守系の民主クラブが分裂。柴田支持の6人が新会派の自由クラブを結成し、3月議会定例会では、 中根市政批判の立場を鮮明にした。一方、中根も再選への強い意欲を示して、各種団体の支持を取り付けるなど構成に出たため、保守陣営を2分する泥試合が予想された。同年6月6日、名古屋市西区のホテル名古屋キャッスルで、自民党県連会長の江崎雅美、愛知県知事の鈴木麗児らによる調整の話し合いが成立。柴田は出馬を断念し、 中根再選の方向で候補者一本化が決まった。自民党、民社党、社会党は中根に推薦を出し、公明党は告示間際になって推薦を見合わせ自由投票とした。8月12日、元日本共産党愛知県委員会書記長の元村栄一を破り再選。1986年7月の第38回衆議院議員総選挙に、 人気中に死去した中野志郎の後継として弁護士の杉浦政権が立候補。待望の地元保守系第二氏の誕生を目指す岡崎市では稲垣派の幹部であった中根をはじめ自民系視議もほぼ全員が杉浦の支援に回った。杉浦は得票数3位で初当選した。1987年に岡崎市政70周年記念博覧会。 青井博が開催された。1987年3月から5月にかけて、岡崎市政70周年記念博覧会を開催。全国から140万人が来場し、地方都市の博覧会の先駆けとなった。1988年、前年の青井博で市政70周年、記念事業事務局長として、手腕を振るった石原武志建設部長を、 中根の対抗馬として擁立する動きが、市議会、自民クラブの内部で出始める。同クラブ会長の川澄徹は、中静を引き下ろす筋書きは、俺が書く。市長選に出てくれと石原をくどき、会合まで開いた。石原は、同年2月1日、退職願いを提出し、2月29日付で退職。3月3日に、記者会見を開き、2日に自民党、 岡崎支部に推薦願いを提出したと述べ、正式に出馬表明した。一方、中根も3月2日に、党岡崎支部に推薦を申し入れた。党岡崎支部は、両派から出された推薦願いの取り扱いを一旦、保留にする。ところが、柿吉が、理由もわからず表変し、26人からなる、自民クラブは4月12日に多数決で、中根推薦を決定した。 4月14日、これに反発した、宇野金ん中根み代じ、中根かつ三島英太郎、福尾昭一、三浦元ら6人の議員が脱会。新会派、市政クラブを結成し、石原支援の姿勢を鮮明にした。同年5月12日、新聞各紙は、同年3月中旬に、中根が後援会長と東京に出向き、共産党を除く。 県下の国会議員の事務所を訪ねて、立候補の挨拶を目的として手土産代わりに商品券を配ったと報道した。商品券は愛知県選出の自民党議員14人のうち12人にわたっており、党県連は江崎雅美会長の了解を得て、すぐ返せと指示。大半の議員は書き留めなどで返却した。中根は6月議会定例会でこれを事実と認めたため、 民社党は、同義的に問題がある年、7月11日に、自主投票を決定した。合わせて、自民党も、推薦見送りの方針を決めた。骨肉の争い投票されたこの年の市長選において、自民党、岡崎市支部長の柴田直道前県議は石原を支持保守勢力のまとめ役となるべき地元衆議院議員の杉浦政権は、中根の支持に回り、 稲垣実夫も、中根を支援。これに対し、浦野康雄が石原を支援したため、自民党派閥の代理戦争の様相も示した。岡崎選出の自民党県議も二つに分かれ、柴田光一は中根につき、内田康博は石原についた。7月31日、投開票。中根は、石原と共産党公認候補を破り参戦を果たした。 1990年6月、全国市長会副会長に就任。1992年、自民党、日本社会党、公明党、民社党の4党と連合愛知の推薦を得て、立候補。全市議の土地区末に、現県議の中根薫、共産党公認候補らを破り4選。1996年、前々回の選挙で、石原武氏についた、 内田康博を選対本部長に据えて立候補。タウン市、リバーシブルの総監者で、全市議の鈴木正美との一騎打ちを制し、五選。1999年末、自民党市議の川澄徹が、翌年の市長選挙への出馬の意向を表明。2000年5月、愛知教育大学名誉教授の影山県、共産党市議の柳田浩治市議、 弁護士の天野茂げら中根市政に批判的な市民15人が、発起人となり、岡崎市長選候補者擁立のための団体、あったか、岡崎市政の会が設立される。同年6月8日、中根は、市議会本会議の答弁で、将来の岡崎市に対する私の期待と、そしてまたご奉公するという気概は誰にも負けない、つもりであると述べ、 六千を目指して出馬もあり得るとの考えを示唆した。そして衆院選直後の2000年6月28日、正式に六千出馬の意向を明らかにした。7月5日、垣吉は市長選の推薦依頼を党に提出。これまでも中根市長は次は立候補しないと約束しては、それを破って再選を重ねてきた。もうダメだ。柴田光一県議と、 青山明雄県議は共闘して六戦阻止に動き出す。候補者を探す中で、あなたしかいない。決意してくれと言われた柴田は、自らが立候補することを決意。中根で行くものと考えていた杉浦政権は、柴田と青山の相談を受けて驚き、7月23日までに候補者一本化の調整することを受け合ったが失敗に終わった。 岡崎商工会議所の大川博美会頭、副会頭、文化人、青山の講演会員ら10人を発起人とする団体、新世紀の岡崎市政を作る会は7月26日、全会一致で、柴田の擁立を決定し、杉浦も柴田支援を表明した。8月9日、元教員の川島県が、あったか、岡崎市政の会の推薦を受けて、立候補する意向を表明。 保守三分裂という異例の事態になった市長選は9月10日に執行され、柴田が初当選した。中根は時点で落選。この年から市長選は市議選と同日選挙となり、投票率は前回の32.11%から67.22%に上がった。当日有権者数253,322人最終投票率。 67.22%2001 年11月3日、君山と旭日中受賞を受賞。2003年6月、岡崎市名誉市民に推挙される。引退後は、政治からきっぱり離れ、自宅で絵を描いたり、畑を耕したりしていたという。2018年1月3日、老衰のため死去。92歳没。岡崎中央総合公園市民の手によって、 ウォーターフロントが形成されたサンアントニオシダウンタウンの中心パセオ・デルリオはコンベンションシティとして中心的役割を果たしている。サンアントニオがリバーフロントのメッカとして世界中にクローズアップされたのはコンベンションシティとして成功したからである。博覧会を一つの景気としてこの地で会議やスポーツ大会、集会が頻繁に行われるようになり、それに伴って 巨大なホテル群、コンベンションホールを備え、会議後もゆったりくつろげるリゾート性を持った施設、野球場、コンサートホール、劇場、多目的体育館などが、市内に次々と建設されていった。中根静雄、リバーフロント開発、サンアントニオ市に見る、岡崎文化第13号、岡崎文化協会、1990年7月25日、ありがとうございます。